事実は小説よりきなりと言いますけども、今回、こう紹介するのはですね、非常にショッキングなタイトルですよね。黒川検事長の賄賂疑惑音声記録を一部公開ということで、これはかなりやばいんじゃないですかね。よく公開しましたよね。これ3月13日って書いてますけども、私もすでに聞いたんですけども、これね、私の誤解でなかったら、この黒川検事さんっていう方はお金をいただいたら有罪も無罪にするし、起訴も在宅起訴にするしってことで、法律をね、どのようにでも運用する人なんですよ。要するに法律が人を縛るんではなくて、人が法律を縛ってるってことですよね。で、その人は誰なのかっていうと、黒川検事長って方がもう完全にね、これで欲得の言いなりになってるってことなのかなっていうふうに読み取れたんですよ。で、検事とか検察とかね、法律に関わる人のほとんどは社会正義の実現ということで、本当にね、法と証拠に基づいてやってくれてます。でも一部の方はそうじゃなくって、あらゆる手を尽くして私利私欲のために法律を自分のいいように使っていくんですよね。そしてそのために権力を掴んでるってこともあります。で、今回ね、この音声が本当にそうだとしたら、この黒川さんっていうのは、本当にですね、もしかしたら安倍総理と組んで自分たちの好きなように法律をねじ曲げたり使ったりしてるんだと思うんですよ。だ、そもそもですね、三権分立の非常に基本的なこの意思が理解できるんだったら、この内閣府がですね、黒川さんに定年延長を持ってきた時に、黒川さん自体が断ると思うんですよ。いや、私は検察官なんで、そんなね、妙なことを持ちかけないでくださいよ。バラしますよ、そんなこと言うんだったら。私をね、そんなことで安く見ないでください。私は退官します。っていうふうに言ってくださるはずなんですけども、ちょっと定年延長しませんかって。したら、あ、まあいいですよ。法律の解釈のことはうまくやってくださいよ、みたいな感じでやったのかなと思っちゃうんですよね。で、実はね、金曜日だったかな。安倍総理が記者会見を、したんですよね。例の流行り病のことで。で、それに対して、質問を朝日新聞の記者が投げたんですよ。その質問の投げ方がすごくね、賢かったというか秀逸で、やっぱりね、新しい法案を運用するにあたって、その法案の運用が正しくされるかどうかっていうのはまさに信頼によると思うんですけども、っていうふうな言い始めだったんですよね。正確に一語一句はわかりませんけど、そんな感じで朝日新聞の記者が安倍総理に聞いたんですよ。で、その後半が見物で、で、そういうふうな信頼関係が問われるような事案がこれから発動されるかどうかっていう時に、黒川さんの定年延長の問題とか、めちゃくちゃな答弁とかね、虚偽答弁とかを繰り返している安倍内閣に対して、それはどうなんですかって、黒川さんの定年延長を撤回するなり、その森、ね、法務大臣のなんか処遇をね、どうにかするなりした方がいいんじゃないですか、そういう考え方ないですかっていうような聞き方をされたと思うんですよ。上手な質問でしたね、この方は。こういう方がね、ああいう質問席にいらっしゃるのは本当救いですよ。ぜひね、朝日新聞の社内でこの方がね、まあ、いわゆる官職に回されるようにならないように、飛ばされないようにしていただきたいと思います。こういうふうな国民の目線に立った忖度のない Q&A をね、やっていただきたいなと思うところでございます。まあですんでね、肝心なのはですね、その時に安倍総理が答えた内容なんですよ。それはですね、黒川検事の人事に関しては法務省から相談されて、その後閣議決定したんですっていうふうに言ったんですよね。いや、これ変だろうと思う方ってのは多かったと思うんですけども、どうですかね。いや、そもそもね、閣議決定がまずあって、黒川さんの定年長が決まって、それに対してモルフォーム大臣とか、それから山尾給与局長ね、人事院のそういう方が辻褄を合わせるためにしどろもどろになっちゃったっていうのが今までの流れだったんですよね、国会で。本当にね、野党からの追及ってのは鋭いものばかりで、言い逃れができないから、本当にね、変なことばっかり答えてたんですよ、森法務大臣とか。もう完全にね、放心状態ですね、森法務大臣とか。しまいには、検察が逃げ出したとかね、釈放を根拠もなくしたみたいな言葉で口滑らしちゃって、もう八方塞がりになっちゃったんですよ。で、そういうところで安倍総理が、おそらく流れとしては、今までの流れとしては、安倍総理が閣議決定したんで、あとは外堀埋めろよっていう風なね、指示とか、もしくは忖度があって、法務大臣とかね、仕方なくそれに合わせたと思うんですよ。心の中でいろんな思いがあったにしてもね。
やっぱり正義感から仕事してますから、そんなむちゃくちゃ上から言われてね、安倍総理から言われて内心嫌だと思うんですよ。ある意味森法務大臣って被害者ですよね。で、失敗すれば切ればいいわけですから。で、新しい法務大臣をポンと据えて、質問があってもそれは前の法務大臣が決めたことなんで分かりませんと、法務大臣の意向を引き継ぎますみたいなことでとぼけることできるんですよ。で、山尾給与局長とかもまあね、変えればいいわけですからね。あの方も家族とかいらっしゃって、もしかしたらそういうのが人質に取られてるかもしれないですけどね。まあちょっと話が長くなりましたけど、何が言いたいかっていうと、安倍総理が閣議決定後に、森法務大臣にあとは任せるねって言ったのと逆行してですね、今回、いや法務省が黒川検事総長の定年延長の決めたんだよと、だから閣議決定で確定したんだよっていう言い方になってきた。要するに逃げてるんですよ、安倍総理が。ここに気づいた方っているかなと思うんですよね。で、話がいろいろと伸びちゃったんですけども、この記事の方に戻りますけどもね、黒川さんが賄賂を受け取って法律の運用を変えたんではないかなっていう風なスクープがここにあるんですよ。具体的に言うと500万もらってですね、なんかしちゃったみたいなね。で、当然ですけども、デタラメだって言うでしょ、そりゃ。その通りですなんて言うわけないんですよ。で、この検察を捜査する人ってのはいないんですよね。で、心ある検察官がこの黒川さんに対してメスを入れれば別ですよ。一時更迭して事の真偽を正すみたいなことをね。でも内部に対してそんなことできますかね。しかもほとんどの方はこの黒川さんの部下なわけでしょ。ね、お役所仕事って言いますけども、上の命令には絶対服従なのがこういったね、お役所仕事ですよ。あの一般会社だったら社長に逆らう人なんていくらでもいるんですよ。社長をね、カルロス・ゴーンさんじゃないですけども追い出して、で新しい派遣を握るとか派閥とかっていうのであるんで、お互いの緊張感ってのは本当にね、企業の方がまともにあります。緊張感があったりスキャンダルで追い落とされるんで誠実にやるわけですよ、で罠にもはめられちゃったりもしますけどね。でもこのお役所仕事って一回地道にやってトップに立った、もしくは幹部になっちゃった人ってのは、黒いものでも白っていう風に部下にね言わせることができるんですよ。で、失敗したら部下切るだけですから。で、そこでね、正義感に負けて退職しようが人が自殺しようがどうでもいいわけですからね、こういうところは。そう考えるとなんかね、全部日本ってのは基本的には住みやすいいい国なんですけども、こういうところが一部残るのが寂しいなっていうところですね。あ、ちなみにこれ、その賄賂の取材した音声がありますんで、ちょっと聞いてみます。今回の動画はこれを聞いて終わりにしましょうか。じゃあスタート。絶対干されないっていうのが、え、あれだけの報道が出てあんだけになって在宅でするっていうのがすごいことですね。それが黒川さんがしてくれて。あ、そうなんですか、ね、黒川さんがしてくれたって。その時は俺飯食ったの。あ、そうなんですか、うん、お願いしますって。そんな力があるんですね。それは法律家の一番やもん。でもあんなテレビで大々的にやったことをそんな在宅にしたら、だからなんかの力が働いたいうのはもう誰でも分かること。誰でも分かる。誰でも分かるけど誰がやったか分かれへんね。そんな無理をそんな偉い人が聞いてくれるんですね。それは俺の頼みやったら聞いてくれへんで。はい、黒川さんが便宜を図ってこうしてくれたって言ってますよね。これある某国会議員の音声ですよね。黒川氏が国会議員の勉強会に講師で参加。それで、根岸氏ですか、狙い氏ですか、も黒川氏と面識があると言っていると、一緒にお願い。この3人で前日の飯を食った。だから在宅起訴で済んだと言っているということで、まあこういうふうにね、賄賂賄賂なんですよね。嫌ですね。本当なんでしょうかね。あとは皆さんで判断です。では失礼します。